マッチ棒パズル。正しい等式を成立させる脳トレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は3+3=6 となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は9-4=5となり、正しい式になりました。第3問。1本動かして正しい式にしてください。正解は −2+5=3 となり、正しい式になりました。第4問。1本動かして正しい式にしてください。
正解は すると4-3=5-4=1 となり正しい式になりました。第5問、1本動かして正しい式にしてください。正解は、すると 6×3=9+9=18 となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。